ところでですね、4、5年前私はある割合と人気番組に 出ましてね、その時に女子アナウンサーが、女性のアナウンサーがですね、温暖化について聞きましたので、私は地球はどんどん寒くなるし、 CO2 はものすごく少なくなって、もう生物が生きるか死ぬかぐらいまで減ってきたので、できるだけ温暖化ガスを出して、 CO2 を出してですね、1万年後ぐらいには少し暖かくなるので、 CO2 のおかげでですよ、その時にこう寒くなりますから、寒氷期になって、それを少しは防げるので、我々が子孫のために地球の環境を良くしようと思ったら CO2 を出さなきゃいけませんと、こういうふうに言ったわけですね。当然大昔に地球上にあった、空気にあった CO2 は今地下に眠ってるわけですから、一旦それをですね、少し地上に出すと、そんな昔みたいに 95% CO2 するわけにはいきませんが、今 0.04% ですから、まあ大体 1% くらい目指してやるんですね。そうしますと、今どんどん石油炊いても1000年でも 1% いきません。ですから、まあ急いで CO2 を出さなきゃいけない、こう言ったんですね。そしたらその女性のアナウンサーがですね、先生そんなこと言っていいんですか、世界中の人が CO2 を制限してるって言いますからね、失礼ですけども、あなたの言う世界中ってどこの国ですかと。北アメリカのカナダ、アメリカ合衆国、メキシコは出しっぱなしですよと。それから南アメリカのブラジル、アルゼンチン、チリとか、そういう国は全くやってません。まあそういった国は民族も明るいですからね、100年後を心配したり1000年後を心配して今日の電気を消すなんて、そんなくだらないことやりませんよ。アジアこんなに国が多いのに CO2 を削減してるのは日本だけですよ、1カ国。アフリカは全くありません。ヨーロッパもですね、南ヨーロッパ、ポルトガル、スペイン、イタリア、ギリシャ、トルコ、どこもやってません。東ヨーロッパ、ブルガリア、チェコ、スロバキアですね、まあ、全然やってません。どこもルーマニアとかね、ソ連もやってません、ロシア。それから北ヨーロッパは非常に環境に気を使っているところが多いんですが、ノルウェー、スウェーデン、ポーラン、ノルウェー、スウェーデンとデンマークとフィンランド、全然やってません。まあ、やってるとしたらですね、世界でやってる国、まあ、CO2 を少し気にしてる国って言ったら、日本とドイツとイギリスですけどね。よくドイツは CO2 を削減してるって言います。これは嘘ですね。まあ、国際的な約束っていうのはですね、そんなに簡単じゃないんです。京都議定書でドイツが約束したのはですね、東西ドイツが合併する前の数字からは落とすと言ってるわけなんです。東西ドイツが合併する前と言いますとですね、12.5 億トンの CO2 を出してました。東西ドイツが合併してしばらく経ちますと、まあ、1992年頃にはもうすでに合併効果が出て、9.6 億トンに下がっております。ところがその後5年ぐらい経った時で始まった京都議定書ではですね、驚くべきことにドイツはですね、東西ドイツが合併する前の数字を基準にするって言うんですよ。だってもう下がってるのにね、それは CO2 を下げたくないからなんです。で結局マイナス 8% つってのは嘘で、実質はプラス 11% ですね。同じようなトリックでイギリスがプラス 5% ですから、日本だけが世界で唯一マイナス 6% にしてるんですね。なんで日本だけがマイナスかっていうと、日本以外の他の国は子供のことを考えてるんですよ。 CO2 を削減するっていうのはエネルギーを減らすっていうことですからね、現在では。ということは活動量が減る、だから国が衰退するっていうことですね。ですから他の国の親はですね、やっぱり自分の国を衰退させて子供に迷惑かけちゃいけないと思うから、なんとかテレンテクダを使ってですね、CO2 を増やそうとしてるわけです。日本人はなんちゅうことですかね。まあ信じられませんね。ある番組に出た時にそこの人がですね、CO2 を減らすのは確かに武田先生言うように日本が悪くなる、我慢しなきゃいけない、しかし日本人が苦しんでる姿を見て中国人は反省して CO2 を減らすだろうと数年前は言いましたね。なんというものの考え方なんですかね。国際というのはそんなことじゃないんですね。戦い合いですからね。もちろん日本人が苦しんでのみて中国人はまあやや喜ぶわけです。これ中国人が悪いわけじゃないですよ。どこの国も隣の国が繁栄することはあまり嬉しくないんですよね。ですからそういうですね、なんか架空のことを考えると非常にいけないですね。これはですね、先ほど石油はいっぱいあるんだと、これを絶対に日本のマスコミは報道しない。温暖化もそうですね。この前も変な放送がありました。温暖化の放送がありましてね、なんだかどっかの国がどうだとか、また同じようなこと言ってましたが、私は海外のニュースをずっと見てますと、やっぱり温暖化しないという方が多いですね。
温暖化するっていう記事もないじゃないですよ。だけどもまあその時は読売新聞でしたけど、読売新聞の記者もですね、温暖化するという記事を拾ってくるんですよ。まあ10個のうち1つが温暖化するとそれ拾ってくるんですね。なぜ、読売新聞の海外特派員が温暖化するという記事を日本に送るのかっていうと、日本のデスクがですね、温暖化しないっていう記事はね、もうボツにしちゃうんですよ。これトヨタ自動車がアメリカでいじめられた時に、ある新聞社のデスクがですね、アメリカの運輸省がこれは錯誤だという記事を何個も送るんですけど、全部握りつぶしてしまうんですね。トヨタをやっつけたい、だからアメリカ運輸省の陰謀だという記事は全部握りつぶすって握りつぶしちゃったんですよ。なんていうことですかね。新聞社の意思のように日本国民が動くんじゃないんですよ。新聞社が提供してくれる正しい情報で国民が動くんですね。だけどまあ新聞社も NHK も傲慢になりましてね、まあ、こういう世の中になりました、まあ、いずれにしてもですね、 CO2 を削減してるのは日本だけである。これはまあ温暖化、 CO2 による温暖化がかなり可能性が低いということですね。あの2009年にクライメートゲート事件と起こりましたが、例えばアルプスの氷、あのヒマラヤの氷が溶けてるのは嘘だったとかね、それからオーストラリアとかニュージーランドの気温が上がってるのは全部データを作ってたというようなことが明らかになりました。これは利権に関係することですからね。ですからまあそういったことも明らかになり、東大の渡辺先生なんかもですね、今理科大に移られてますけども、いかに地球温暖化インチキかという話を本に書かれております。私も何冊か出しておりますけどね、もともと北極とかそういう気温に非常に詳しい学者の先生はですね、大体は地球の温度は低めにいくというふうに言っておられます。まあ、そういう点ではですね、これはもう本当にこう日本はですね今、石油石炭がないんだ、だからそれを炊くと温暖化するんだ、だから原子力に行くんだって失敗しましたね。また今度だから自然エネルギーとか再生可能エネルギーに行くんだというふうに世界で全く日本だけの行動を取ろうとしてますけども、それはですね非常に問題だと私は思います。